新スケジュールについてね、なんか話し合いをしてました。あの練習明日まず皆さんとお話し会があります。楽しみお話し会をして、でその後に、N ダッシュの練習をします。練習をした時にいつ配信できるのかすごく話し合いました。まだ決まってませんどうしようかな、ほんま。星抜け完了ありがとうございます。締め終わりありがとうございます。ぜひ2週目も決まったらね発表したいです。お風呂入ったの、そう、クマすごいよ。私見てすごいハゲてるみたい、前髪が、ああ力いる、これつけんの力いるからちょっと、ええ、かわいい、ありがとうございます。色っぽい？本当です？諦めるんかーいうわ、だるまいっぱい、だるまちゃん、一周目終了ありがとうございます。ヘアバンドつけて、どうつけよう、くぅ、消えた前髪がちょっとやばいんですけど、こんな感じ、前髪で目が見えへんけど、こんな感じ、くぅ、返すに無理、前髪めっちゃ長いんでしょ、なんか女の子っぽくはないな、ヘアバンドの顔、なんかちょっとイケメンね、わかる、分かってどうすんねんって感じ、どう？イケメン？イケメンですか？かっこいい、すごいクマに見えるね、あかんな、初期の慈悲を見るさ、ハロT シャツはこちらです、しばしば50カウント終了ありがとうございます。そのひよこは愛用してるんですか？このひよこはこういう握手会とか配信とかの時しか
つきません。可愛い子をぶるための必須アイテムです。お外ではつけないですね。普段使わないです。だから今日もこの配信の時にあ、つけたいなと思って引っ張り出してきました。かわいこぶる、そう、イベント専用のね、ありますよね、やっぱそういうの。筋肉を触らせて、そう、引っ張り出してきた、おいでっつってバーンって。レアなんです。ニュースペーパーで浅田真央さんに花束を渡したっていう記事見た瞬間、ぜひ表紙になるって決めてたからの。え？いつの記事？お、めっちゃ欲しきた。ありがとうございます。2週目かな。筋肉？冠ライブ楽しみ。まあ当たらないのけど、いや当たります、当たります。2回公演あるんで入れる。68人が2回、136人入れるんですか。起きてる？起きてます。計算してた。エンダッシュって DMM で単品で買えるのかな。あ、どうなんでしょう。弟がくしゃみした。もう32はユーミン推しのファンやから。あ、なるほどね。だから32やんか。へえー、半分ずつって決まってるんや。そりゃもう狭きもんですね。頑張れ頑張れみんな。そう、ね、そうです。夜公演は配信があって、昼公演は配信なしです。そうです。だから夜公演の DMM は単品で買えるんじゃないですかね、多分。あ、そっか、2人以外のファンも申し込めるってことはさらに狭きもんですね。わーおわーお。慈悲疲れてる。いや、あんまあんまりです。そっか、98中の権利みたいなのもあるんですね。今日は早く寝れそう。自分次第。配信スケジュールをまず朝だけでも、朝か昼だけでも決めとかないとって思ってて、まずその時のステイボーシーとか
星集めるやつとかあんま分からんので、そうや今決めましょうよ。じゃあ今決める。明日の、でもな、明日はじゃあね、こっちの携帯じゃ分からんねんな、くそー。とりあえず16時ぐらい、16時半ぐらいはできると思います。16時半とか、お話し会前に配信に、私朝起きれるかな。結構ね、私本当に朝起きれないんですよね。ルームフォローさせていただきました、ありがとうございます。うーん、朝5時配信はしません。私は多分寝るのが遅いからとかじゃないんです。寝るの早くても起きれなくて、起こされても聞こえないんですよね、声が。お話し会はでも明日は長丁場じゃなくて、1,2部ですね。 1,2 部なんですよ。低血圧、ああそれもあるかもね。そう、あさってがね、朝配信できたらなと思ってます。2部終わった後はとりあえず N' の練習をして、その N' の練習の合間にやります。それを今、それが決まってんのが14時ぐらいからお昼を食べようっていう話をしてて、そこで配信できたらなって。だから14時からやりたい、14時からやりたいです。ちょっと書いとこう。ちょっと待って、変わる。最終的にツイッターに載せますね、決まったやつ。10時からやりたい、10時からはやりたい、あと16時、16時半ぐらいかな、16時から16時半か16時半から17時かでやりたいですね。2部終わった後に1回やってっていう、その2部終わった後に1回やるんか、そのじ、うーん、ちょーっと難しいな、ちょっと待ってくださいね。16時半の方がいいか、レッスンじゃなくて自主練。そうです、冠ライブはみんな自分でやるので、自分で何でもやるっていうのが冠ライブのあれらしいです。はじめまして、昼ぶりに来ました、ありがとうございます。星集めありがとうございます。
14時はちょっと待ってね、決まりです。とりあえずあのツイッターの方にこの後決まったらちょっと早いうちにあのとりあえず決まりのスケジュールだけ載せるので、そう、そのそう、蚊がいるのやめて、ほんとにキャー、触っちゃった。でも逃げちゃった。いやー、どっか行った。やめて、ほんまに噛まれる。いやー、いやもう嫌すぎる。やめて、マジで。コンペどっか行った、どっか行って、お願い。虫めっちゃ見えた。でかかったよね。でかいのよ蚊が。どっから入ってきたんやろ。そりゃドア開けた時とかやろな。いや、やわ、ほんま。うわ、なんか蚊見たらさ、なんか触られてる感じしません？蚊に、なんか全部に蚊がいる感じする。いやだ、本当に。で、なんて言いました？とりあえず今こんな感じかなって思ってるのは14時、16時半です。右手についてると思ったらほくろだった。笑った。そう、寝てる時にブーンっていうのもめっちゃうーってなる。ポイントつくのは星だけなんでしょうか。いや、ギフトもですかね。ハートとかそういうのも星、星ちゃう、ポイント、ポイントが貯まると思います。カウントも、うん、そうです。何て言ったっけ、14時16時半、あと、もし分かんねえ、もしとかこの配信にないですよね。もしできるとしたらみたいなやつないですもんね。あ、そうやった方がいい。もう一石二鳥よね。朝起きて配信して、メイクもできて、着替えれて、ゲリラ配信。ゲリラ配信ね、いいですね。いいですよ、本当に。あれはあれの面白さと、パッて終わる楽しさ。ギフト、何これ、すげえ。ウィザードさん、ありがとうございます。もぐもぐ配信、お昼かな、14時ぐらいにしますね、それは多分。
毎回3分前に告知してるからゲリラではない確かに3分前にしてるっけ、いつも。それぐらいか。でもゲリラ配信、うほうほハッシュタグてめえら星集めときよゲリラ配信ダメですよ、そんな上から言ったらね。砂ずりポン酢配信、陽川選手バナナ持たなセーラー服配信、持ってないんですよね、そういうセーラー服。そろそろあれ買わなな、こうあのハロウィンのコスプレ。星集めてから寝ます、ありがとうございます。朝もしようかな、どうしようかな、それは明日のスケジュールと相談して後で載せます。そうよ、朝もしやるためには星集めよろしくお願いします。皆さん任しとんきーやー、任しといてー、任しといてー、合わせるよー、生きるかは分からんけど。千尋の生自身増えてん、あら朝は寝たいよねー、わかりみー、あ、みんな寝たいよねー。朝何時、ちょっとあの分かんないんですよまだ。そうやるとしたら、あ6時とかかな。6時かな、8時ぐらいはもう会場に多分いるんですよね。6時かな、起きられへん。起きられへん起きられへん気がする。あ、そうやめとこう朝はそうよ、やめとこう。ちょっとランキング見ますね。13位まゆうさん、12位マスさん、11位リンガリンガリンゲストさん、10位ゴンタウロスさん、9位エインさん、8位カイさん、7位トモリンさん、6位クニさん、さあ変わったクー、3位じゃあ13位アンピュラさん、12位リンガリンガリンゲストさん、11位クミチンさん、10位スガッチさん、9位シュリンプさん、8位クニさん、7位富士さん、6位トモリンさん、5位カズヤンヤンさん、4位ティーマシーンさん、3位マイピンクさん、2位ヒンちゃんさん、1位ウィザードさん、ありがとうございます。2週と5時終わり、ありがとうございます。11位です。今朝もやりたいね。でもちょっとまた本当にツイッターに載せます、あの配信、とりあえず配信しますっていう時間だけ載せますね。
捨て干しとかは置いといて、一旦決まったらすぐ載せます。捨て干しとか置いとかん方がいいかな。でもはい、そうやって載せます。5時に7時半配信ね。まあでもね、家のあれもあるしね。クマ増やさない程度に我慢増えるでしょう。これはね、みんなも増えちゃいますよね。投げ中お願い。星集め、あ、ありがとうございます。星集めよろしくお願いします。増やさないでおやすみなさい皆さん。これ切れるまでやっとけばいいんかな。もういっぱい星ありがとうございます。キラキラ、うん、尽くしタイム。ちょっとライトでクマを消さなきゃ。ふふ、車ありがとうございます。かゆ、ミニハート、ずっと無音で星投げ頑張った、ありがとうございます。おやすみなさい、あと2分。キュン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 、眠くないんですよ。それが眠そうな顔しているけど、みんなも見てくださいね。おやすみなさい。チャルジャヨ、おやすみ、グッナイ。粘り打ち、あ、なった、おやすみ、終わらないね。